12.1 後楽園ホール大会試合結果予想ということで、そちらの方やっていこうかなと思いますね。はい、まず早速第1試合。KG 進む堀口清水 UT 対エータ春久海石田氷。まあ、こちらナチュラルバイブス対 RED となっておりますね。そして、まあ、ナチュラルバイブスのこの進む清水はですね、仙台大会でツインゲート陥落となってしまって、まあ、その後の動きが気になるところですね。で、まあ、UT もブレイブゲート挑戦表明していたので、まあ、その辺の動きもあるのかと思うか。そして対する対戦相手、エーター、石田、ヒョウ。この3人はトライアングルゲート王者なので、まあ、このトライアングルゲート王者、誰かしらからね、フォールを取れば、何か一つ、挑戦っていうのもね、あり得てくるのかなと思いますね。それでは10分43秒、KG がランニングエルボースマッシュでヒョウから取るということで、これはナチュラルバイブス組が、トライアングルゲート王者から勝つんじゃないかなと思います。そして、KG 進む、清水、この3人でトライアングルゲート挑戦表明と動き出すんじゃないかなと思いますね。まあ KG はドリームゲート挑戦以降ほとんどね、タイトルに絡んでないので、ついに KG がね、年内最後のビッグマッチに向けて動き出すのかなと思いますね。はい、それ続いてが第2試合。二の浦ジェイソンエストレージャ対望月藤井近藤となっております。まあこのマスカレード3人はね、まあちょっとメインイベントが控えているので、まあその辺どうなるかっていうところですよね。まあそれでは13分9秒、美濃浦が円グラナイで藤井から取るということで、このベテラン組からしっかりと美濃浦が勝ってくるんじゃないかなと思います。はい、それで続いてが第3試合。ウーティモ問題デュー対キットマシン J。まあこのウルティモ問題デューっていうちょっとね、珍しいタッグなのかなと思いますね。そして、まあ、キットマシン J も、まあ、かなり珍しいタッグなので、これ異色の対決なのかなと思います。まあ、それで8分1秒、マシン J がマシン風車固めで問題竜から取るということで、やっぱり問題竜が確実に狙われてくるんじゃないかなと思います。そして最後も、まあ、問題竜が取られると。まあ、そんな感じになってくるのかなと思いますね。はい、それ続いてが第4試合。土井吉田、飯橋、力、飯橋、新組対大和、影虎、奥田、弁慶となっておりますね。まあ、この土井吉田はツインゲート体感したばかりで、まあ、次の防衛戦は一体誰になるっていうね、そんな状態にありまして、そしてこの飯橋兄弟ですね。まあ、この二人の同期が東北連戦で、まあ、デビューして、ついに同期6人が揃ったと。まあ、こっからね、他の同期に負けないためにもしっかりと、爪痕っていうのを残してほしいですね。で、対戦相手のヤマトですね。ヤマトはドリームゲート防衛に成功しまして、で、その後のバックステージでカイが、まあ、挑戦表明らしきことをしてたので、まあ、ここにカイが現れてくるかどうかっていうところですよね。そして奥田が、まあ、約1ヶ月ぶりの復帰となりましたね。まあ、それでは15分3秒でノーコンテスト。まあ、これもカイの乱入によってノーコンテストになるんじゃないかなと思いますね。まあ、試合終盤に海がスッと入ってきて、まあ、ヤマトに対してメテオインパクトを放つと。で、そのパターンか、もしくは、これまた海がレフリー姿で現れてきて、高速カウントで決着つけるみたいなね。まあ、ほぼほぼ海は現れてくるんじゃないかなと思いますね。そして、海がドリームゲートに挑戦表明。動き出すんじゃないかなと思います。はい、それ続いてが第5試合。ブレイブゲート選手権試合 SBK 対亀井。まあ、この SBK 対亀井はですね、10月の三宝ホール大会、こちらでブレイブゲート戦をね、一度行っていたんですが、もう一回、まあ、亀井からのリベンジとして戦うと。で、まあね、一つ気になるのが UT がね、まあ、なぜ亀井に譲ったのかっていうところがちょっと気になるところではありますね。まあ、それで14分7秒 SBK が SB シューターで亀井から取るということで、このリベンジに燃える亀井を SBK がしっかりと叩き潰すんじゃないかなと思います。そして UT が挑戦表明に現れてくると。で、まあ年内にまあもう一回ブレイブゲート戦みたいな形になってくるのかなと思いますね。はい、そして続いてが第6試合メインイベント。マスカラ戦となっております。シュンダイヤ対ディアマンテインフェルノ。まあ、負けた一人が必ずマスクを剥がなきゃいけないというルールですね。そしてまあちなみに、この試合はノーセコンド。なので、お互いに両軍セコンドをつけることはできない。まあ、つけることできないと言われているんですけど、まあ、確実にセコンドは来るのかなと思います。
それで21分8秒ダイヤがレプテリアンでインフェルノから取るということで、やっぱりこの2人の間で決着をつけるんじゃないかなと思います。まあもう約1年間に及ぶね、長き構想なので、どっちかがマスクハギに合うと。こうなった場合、まあインフェルノの方が可能性がね、高いのかなと思いますね。で、これ試合終わってマスクハギされて、またなんか一つ動いていく。まあ、それは RED のインフェルノが、まあ追放されてしまうんじゃないかなと思います。まあそのインフェルノがですね、シュンとまあ同期なわけですから、まあこの辺でちょっと和解みたいな感じになればですね、まあそれに対してダイヤ猛反発みたいなパターンにもなってくるんじゃないかなと思いますね。はい、なのでまあこの後楽園ホール大会のですね、まあいよいよマスカラ戦が行われるということで、一体どうなるのかっていうのはかなり注目なのかなと思いますね。はい、ということでまあ今回これで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか。他にもこちらの後楽園ホール大会に関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回これです。ちょっとこれ。